い、皆さんこんばんは。大見飛龍です。飛龍がお送りをいたしております。インターネットラジオまだまだ題名見て、ごめんなさいね。ちょっとこの5日ぐらい、1週間ぐらい本当に目まぐるしくて、ちょっと題名を早く決めなければならないんですけれども、ちょっとそこまで着手できておりません、まだしばし題名、未定が続きます。というわけで昨日はごめんなさい、生放送すると言ってたんですけれども、ちょっと生放送できませんでした。許してけろね、YouTube ラジオの方も、昨日はね、インスタグラムでの、生ライブを私予定いたしておったんでございますけれども、ちょっと急にできなくなりました、本当に許してください。はい、まあでもね、それに対してですね、お叱りの言葉もなく、飛龍さんのペースでやったらいいよというね、ツイッターなどのですね書き込みもありまして、嬉しい限りでございます。私なりの、飛龍時間でやらせていただきますので、その点はあらかじめご了承いただきたいと思っております。さあ、というわけで昨日からですね、ライブ座の堺駅前店の公演が劇団飛龍として始まりました。初めて乗った劇場なんですけれども、あのライブ座というのはね、あの大阪に、まあ大阪ってか、あの京阪神に、合計4店舗あるんですけれどもね、あの大阪以外の方は、ちょっと知らない方がありますので、改めてちょっと説明させていただきましたけれども、ライブ座京橋店、ライブ座堺東店、ライブ座堺駅前店、そしてライブ座、奈良五瀬店と合計4店舗あるわけなんでございますけども、僕もこの間から言ってるんですけどね、何々店ね、あの何々店、五瀬店、堺駅前店、なんかパチンコ屋みたいですよね、なんかパチンコ屋のチェーン店みたいな感じなんですけれども、合計4つの、ライブ座があるわけで、これでですね、私大見飛龍、全ての劇場を制覇いたしました。京橋、堺東、五瀬、そして堺駅前、全てのライブ座を制覇いたしました。でもね、やはりね、僕がね、今月も座長ではないんですけれども、うちの2人がね、春之助と小虎丸が2人、担当させていただいてるんですけども、私が座長で公演させていただくときは、京橋店、そして堺東店、この2店舗で、私が座長で公演するというふうに決まっておりますので、またね、そっちの方にも来ていただきたいと思っておりますが、もうね、大阪方面の方はご存知だと思いますけれども、今月の9日、11月9日の金曜日、この日はですね、私1日、思いっきり座長公演を行いたいと思っております。2ヶ月ぶりに座長公演やります。座長公演というか、2ヶ月ぶりに座長に復帰します。もうこの日はね、1日復帰するだけやったら面白くないんで、思いっきり飛龍祭りデラックス行ってみたいと思っております。もうお芝居から舞踊ショーまで、もう出突っ張りで一日お送りさせていただきたいと思っておりますので、一応ですね、ライブ座のですね、予定時間、1回のですね、公演時間の予定が3時間のところ、今回は3時間40分に枠を増やしましてお送りをさせていただきますので、もしもよかったらね、11月9日、忘れないでくださいね、11月の9日の金曜日、皆様方のお誘い合わせのご来場を心色待ち申し上げております。私飛龍が全開で皆様方にお届けいたします。スペシャルなステージです。お願いしますね。ちょっとその日はですね、ございます、申し訳ない、ちょっと値段が高くなります、許していただきたいと思っております。どうぞその日だけ、ま、思いっきりね、新歌舞伎座とか新橋演舞場みたいに、7000円とか1万円とかそんなになりませんけれども、ちょっとだけ色がつきますので、あらかじめご了承いただきたいと思っております。でもぜひとも皆さん来てにぎわってください。私も絶対に満足させるステージを繰り広げたいと思いますので、皆様方のお誘い合わせのご来場を心入りお待ち申し上げております。たまにはちょっと芝居調に言ってみようかね。皆様のお越しを心よりお待ち申し上げておりまする。何卒よろ、あれ泉元哉みたいになったな。じゃあ、まあ、とにかくよろしく。
海飛龍がお送りいたしておりますインターネットラジオ、題名見てですね SNS の方にも上げたんですけれども10月の31日の末日ですね、この日はです、私の知人でもあるんですけども、天童よしみさんのお弟子さんにあたります大井大輔さんというね歌手がいらっしゃるんですけども今ねちょっと来てますねこの方もうこのままガンと人気が出ちゃうんじゃないでしょうかねちょっと来てますはいもう今度もなんか8日やったっけ11月の8日で NHK 全国の NHK で生放送で歌うって言ってましたからちょっと今来てますねあのちょっと乗りかけてます波によかったら覚えておいてくださいちょっと間違われるんですけど大見大輔じゃないですよそれうちにいますから大見大輔っていうのはうちの在員ですから大井大輔大井知らない方よくあよかったら覚えておいてください私の知人なんでよかったらあの CD 買ってください大井ひらがなで大井、ね、大輔は松坂大輔の大輔大井大輔このエピソードが面白いんですよねもう有名なエピソードなんですけれども天童よしみさんのところでね14年間お弟子さんっていうかね付き人をされていたそうなんでございますけどもその時に、天童よしみさんがねあの大輔さんのことを呼ぶのにおーいおーい大輔おーいって呼んでたのでそれがそのまま芸名になったんですねおーい大輔大輔を呼んでるわけなんでございますでね、この間、私チケットをいただきまして大井大輔、コンサートライブですねそれもゼップナンバーですよゼップですよゼップ俺ねゼップナンバーで演歌のライブ聞いたの初めてかもしれんねゼップって大体あのロックライブとかさそういうのやるところよねそこで演歌のライブを見たのは初めてかもしれないもう入り口からもうもうなんていうの変な意味悪い意味じゃなしに違和感がバリバリあったもんもう違和感ありまくりだってねあのゼップってあの知らない方ちょっと申し上げますけども大体1階っていうのは全員スタンディングなんですよね立ったまま見るでロックコンサートでうらー言うてからみんなでうわーっていう場所なんですよで、スタンディングで2階が椅子がついてるんですよね。で、まあ今回椅子が出てたんですけども、今回は全部椅子がね、パイプ椅子が出ていたんですけれども、パイプ椅子をどければ全部で2200人入るという、もう大ホールなんですよ。そこがね、ほぼ満席でしたからね、今回。大井大輔さん。そしてね、扉。扉に書いてあるわけですよ。ロックコンサート、ライブなどをやるホールなので。ジャンプはやめましょう。飛び込みはやめましょう。ね。せえへんって。誰もね、演歌のコンサート来てね、ジャンプせえへんって。ダイブせえへんって。ダイブっていうのはね、ロックコンサート中にね、こう調子に乗った、オーディエンスが、ステージに上がってきてねステージから客席飛び込むようなそういうねちょっと反狂乱的なねことがあるんですけどもそういうことやっぱやる人いるんです今何だからそれをやめてくれというね看板が立ってるわけです必ずもう張り紙ではなしに看板ですもう打ち付けてある看板が絶対にないですから大井大輔さんのコンサートでダイブジャンプ絶対にないですからはいで、約ね2時間40分のライブ、見せていただきましたそしてね途中で、スペシャルゲスト、天童よしみさんのですね曲、もうスペシャルゲストという割にはねもう腹いっぱい歌って帰られましたね、はい、でもねこんなことは言うたらあれなんですけどもう違うレベルが違う歌いながら出てきた時のその第一声がああもうこの人はプロ間違いないでとんぼり人情ねあの歌をね本当にね丁寧に歌い上げてくださったんですよねそしたらこのなんていうんですかねこの大ホールだから
やっぱりこう音がね反響して聞こえるんですよね。でもあの人の声っていうのはダイレクトに耳に飛び込んでくるんですよ。だから歌の歌詞の意味がよくわかるんですよね。ちょっとうるって来てしまいましたね、とんぼり人情を聞いてね、まあ、特に関西人なんでね、よくに特に思い入れがあるわけなんでございますけれども、本当はね天童よしみさんにねお会いしたかったんですけれどもね、ちょっとね会うことができなかったんですよ。で大井大輔さんもねもうそのままサイン会の方に行ってしまわれまして、もうとてつもなく忙しかった。あの人すごい細かいから、だって、ね、2000人ぐらい入ってるのに幕開く前から客席回って、今日はありがとうございました、今日はありがとうございました、あどうもいつもお世話になってます、ありがとうございましたってもう挨拶して回ってるんです会場。もうねもう開演時間になってもまだやってるんですよ。ほんたらどうしたかなと思ったらアナウンスで大輔さん出番ですよっていうアナウンスがあったら、そのまま客席から舞台に這い上がって歌い出したんですよ。もう独特のパフォーマンスとね、独特の世界観を持った方なんでね、もしも大井大輔さんがたまにあちこちキャンペーン行ったりね、たまにテレビ出たりしてますから、よかったらね見てみてください。本当に律儀な方でいい方なんで、もうさっきも今から30分前ぐらいですよ、電話かかってきてこっちに、あ、ひりゅうくん、ひりゅうくん、こないだありがとう、見に来てくれて、って、あの時忙しかったな、ほんまにもう目まぐるしかって、挨拶もろくにできへんかった、ごめんな、って言って、そうやってわざわざ、僕みたいなもんでもね、ちゃんと気かけてくれる人なんですよ。本当にいい方なんで、よかったら、もしもね、近江と大井、よく似てますから、また CD も買ってあげてください。よろしくお願いします。飛龍がお送りいたしておりますインターネットラジオ、11月2日の金曜日でんですけども、なんかね、この間から今日は何の日みたいなことやってたでしょ。自分でね今日ちょっとおかしいなと思って、その日の終わりに今日何の日っておかしいでしょね。じゃあ明日何の日にしようっていうことになったんですね。だから明日何の日、まあ文化の日ですよね。明日はね、まあ、国民の休日、文化の日なんですけれども、なんかね明日もねいろんな日が重なってる、なんとかの日、なんとかの日みたいな感じであるんですけども、その中からねピックアップして、明日はねみかんの日です、イエーイ、はい、和歌山出身の私にしたら嬉しいことでございますね。明日はみかんの日らしいですね、それもいいみかんの日、113いいみかんの日ということで、明日はねいいみかんの日なんで、よかったらね、みかんを食べてください。できることなら有田みかんをよろしくお願いします。私の本当に本当に本当に、地元のみかんなんで、よかったらよろしくお願いします。でもねみかんって山にねこう植えてあるもんやと思うでしょ。全部みかんの木ってね、やっぱりこの日の当たる場所っていうのがねちゃんといいんですね。山にねあると思うでしょ。ね有田みかんはね平地でも栽培してるんですよ。全然平地でもちょうどね北と南にねちょっと高めの山がありまして、ちょうど川を、ま、これ前に説明したから、川を真ん中に挟んで町が北と南に分断されてる町なんですけれども、西と東がですね開けておりますもんで、日は一日中入ってくるんですね。どんなに傾いても日は一日中入ってくるところなので、すごく日当たりはいいんですよ。だから平地でもみかんが栽培できるわけなんでございますよね。それでねあれです、あれ何言うか忘れた、あそう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 、ちょっとちっちゃい時のエピソードを言おうと思って、僕はそこに有田川っていうね川が流れてるんですよ。川が流れてて、でその川を渡って僕学校に行ってたんですね。橋、あぜ橋っていう橋があるんですけども、あぜ橋ね、あぜざじずぜぞのぜね、ぜ安全のぜん、あぜ橋っていう橋があるんですけども、この橋ねあぜ橋っていう名前なんですけども、実は、有田の人はね
ザジズゼゾのザ行が発音できないんですよ、ほとんどの方が。方言でザジズゼゾのザ行がその隣のダ行にくっついちゃうんですよ。どういう意味かわかります？だから濁音でね、まあ、あいうえを書きくけどずっとね50音あった後にもう一回あいうえをどけた家行からの濁音に変わってきますよね。ガギグゲゴザジズゼゾダディドゥデド、ね、バビブベボって ね濁音に変わりますよね。その時にザジズゼゾが言えないで、なんでザジズゼゾギャギャーやって、ごめん俺今の方言ちゃうからね、俺が噛んだだけやから。ザジズゼゾがダディドゥデドになるんですよ。どういう意味かというとダ行が2回続くんですよ。学校の小学校1年生とか幼稚園とかでもそういう授業になります。うん、だから先生についてきてついて読みましょうってね。だからね、最後に50音の一番最後ね、やーゆーよ、うんってなりますやん。みんなやーゆーよ、うん、じゃあ次ダクオンいきますよ、はーいって、ガギグゲゴ、みんなもガギグゲゴ、こっからですわ、言えないから、ダディドゥデド、はい、みんなもダディドゥデド、はい、次ダ行、ダディドゥデド、ダ行が2回続くんです。ザ行が言えない。だからさっき言いました、アゼバシ、ゼが発音できない。だから町の人は全員アデバシで、アデバシって発音します。だから僕はずっとアデバシやと思ってたんですけども、高学年になって字が読めるようになってきたらちょっと難しい字なんですけども、あ、これはアゼバシやったんやと。僕ももともとそれの発音ができなかったんで、大阪に出てきた時に強制的に直しましたからね。ましてや舞台に立つ人間がね、そこまでなまってたらえらいことになるでしょ。だから無理やり強制的に直しました。だからね、言えない言葉たくさんあります。有田の方、雑巾言えないんですね。雑は言えない、雑巾ですよ。ダディドゥデの雑巾で、今さっきも言いましたけども、全部、これ言えないですね。全部ケツになりますね。冷蔵庫言えないですね。冷蔵庫で、ゾウさんの歌歌えないですね。ドーさん、ドーさん、ドーさんになります。もう全部それになります。もう並べたらきりないです。もうザジズゼゾが全部言えないですよ。はい、まあ、これは僕の小学校の時の先生に聞いた話なんですけれども、先生が大学行ってる時に女の子に告白したらしいんですよ。僕はちょっとエコーかけようか、僕は君の全部が好きですって言おうとしたらしいんですよね。でも悲しいかな、有田の人は全部が言えない。どういうことになったか、僕はあなたの全部が好きです。パチン、はい、こういうことですね。さあ本当かどうか分かんないですけどね、まあ、そういうふうに言っておりました。また今度ね、詳しい和歌山弁講座やってみましょうかね。というわけでね、明日はね、いいみかんの日です。有田みかんを食べましょう。がお送りいたしておりますインターネットラジオ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。明日からね、3日4日2日間私は舞台の方に出演いたしておりますので、ぜひともね見に来ていただきたいと思っております。その他の日もね、若い子たち一生懸命頑張ってますから、ぜひともご来場くださいますようにお願いします。そしてさっきも言いましたけども、11月の9日は、私座長特別公演となりますんで、飛龍祭りデラックスお送りいたします。よかったら見に来てください。さあ11月2日だんだん寒くなってまいりましたね。今日は皆様がとりましてどのような日でしたか。いいことがありましたか。辛いこと悲しいこともありましたね。そんなことは全部忘れてにっこり笑ってお休みください。そして今晩はよかったらまた夢の中でお会いしましょう。おやすみなさい。